俺の名前は山根真也。ヒイラギテックという会社に勤める28歳。そして4歳の娘がいる。俺はその日、大口の商談の予定があり、車で現場に向かっていた。時間ギリギリだな。先ほどまで別のクライアント先に出向いていたのだが、そこでおしゃべりの担当者に捕まってしまい、かなりの時間をロス。急いで商談先に向かっていたのだが、そこで思わぬ出来事が起こる。うわ！俺が思わずそう叫んでしまったのは、反対車線を走っていた車が路肩を踏み外し、そのまま横転したからだ。車はそのまま畑に転がり落ち、止まった。事故だ。いや、でも。普段なら即座に車に駆け寄り、運転手の安否確認を行うだろう。しかしそんなことをすれば、大口の商談に遅刻してしまう。どうするべきか考えた俺だが、やはり人命が最優先だと思った。そこで車を路肩に止め、事故を起こした車の元へ向かう。大丈夫ですか？車の中を見ると、そこにいたのは60歳程度に見える男性一人。声をかけたのだが、頭を打ったのだろう。意識が朦朧としているらしく、動きはあるが、はっきりとした返答はなかった。ドアを開けようとする。しかし、鍵がかかっていて開かない。聞こえますか？鍵開けてください。どんどんと窓を叩きながら、男性に大声で指示を出した。しかし、意識朦朧とした男性は、なかなかその言葉を認識できない。おじいさん、ドアの鍵開けて。となるように何度も繰り返す。すると、ようやくその声が届いたのだろう。男性は意識朦朧としながらも、なんとかドアの鍵を開けた。なかなか開かないドアを力いっぱいに押し開け、男性を引きずり出す。そこで俺は気づいてしまった。あ、この人もしかして。男性の服を引っ張った時、俺は見てしまったのだ。背中に大きな入れ墨があることを。確信はない。しかしその男性はヤクザの可能性が高かった。いや、そんなの関係ない。できるだけ関わりたくない、とも思った俺だが、ピンチの時にはヤクザも一般人も関係ない、とすぐに思い直した。男性を車から引きずり出し、車から離れた場所へ。そして俺は救急車を呼んだ。これで大丈夫だ。ほっと一息ついた俺は、そこでようやく思い出す。やばい、商談。俺はすぐに電話をかけた。相手は一緒に商談に行くはずだった佐々木部長。すいません部長、途中で事故を目撃して救助活動をしていたんです。ですのでフィンランドとの商談に遅れます。俺がそう言うと、まさかの返事が返ってきた。はぁ、あ、救助活動？そんなの知らねえよ。お前、今日の商談がどれだけ大事な商談か分かってるのか？いや、しかし、仕事よりも人命の方が大事。そんなわけねえだろ。人命よりも大事なのは仕事だ。なんだ？人を助けりゃ金になんのか？人を助けたら仕事が増えんのか？冗談じゃねえぞ。しかし、どうしても放っておけなくて。俺がそう食い下がると、部長から衝撃的な言葉が。そうか。じゃあお前はクビだ。はい？今、なんて。クビって言ったんだよ。クビ？そんなのあんまりです。当然の結果だ。お前は大事な商談に遅刻した。そんな奴はクビだ。ちょっと待ってくださいよ。そもそも会社の人事を部長が勝手に決められるわけないじゃないですか。それなら安心しろ。俺は社長とゴルフ仲間だからな。俺から社長に進言すれば、お前みたい平社員、簡単にクビにできる。
確かにその通りだ。実際に過去、部長の進言によって地方に飛ばされた社員がいる。待ってください。俺には子供が。知らねえよ。仕事よりも人命が大事なんだろ。よかったじゃねえか、人命を大事にできて。そう言うと部長はゲハハと笑った。じゃあな、もう商談には来なくていいぞ。人命救助お疲れ様です。その言葉を最後に電話を切られた。まさかこんなことになってしまうとは思ってもみなかった。俺は思わずその場で頭を抱えてしまう。大丈夫なのか？そう言ったのは先ほどのヤクザの男性。どうやら意識もはっきりしてきたらしく、先ほどの電話を聞かれていたらしい。はい、まあ遅かれ早かれこうなるとは思ってたので。遅かれ早かれって。今電話してた佐々木部長に俺ずっと目をつけられてたんです。理不尽なことで怒られて、やらなくてもいいような雑用を押し付けられて、僕が取った契約の手柄を横取りされたこともありました。まあ僕も仕事ができる人間ってわけじゃないので仕方ない部分もあるんですけど、あんな最低な上司に目をつけられてたんですから、今日のフェイランドとの商談に遅刻してなくても遅かれ早かれこうなる運命だったんですよ。初対面のヤクザに愚痴ってしまう俺、それを客観的に見て相当へこんでるなぁと自覚した。行け。突然の男性の言葉にえっと聞き返す。俺はもう大丈夫だから、すぐに商談に向かえ。行って謝れば許してもらえるかもしれないだろ。いやでも俺は大丈夫だ、早く行け。そんなすぐに諦めるな。その言葉にその通りだと思い直す。家族のためにも簡単に諦めていいことじゃない。すいません、俺行ってきます。もう焦って事故るなよ。お前が言うなという言葉は口にすることはなく、俺は車に乗り込んだ。そして急いで商談先に向かう。商談先の駐車場に到着すると、そこに部長と根津の姿が見えた。根津は俺よりも後輩の新入社員だが、部長に気に入られている。今日の商談も来る予定だったのでいるのは当然だ。部長すいませんでした。俺はそう叫ぶように言い、部長の前で土下座した。遅いっすよ先輩、もう終わっちゃいましたよ。根津は完全に俺のことを舐めている。いつもこんな口の利き方だ。そうか、それでどうなった？もう順調、もう順調、すぐ話がまとまって今度正式に契約することになりました。なんでこんな順調だったんでしょうね。ああ、先輩がいなかったからか。見下すようなその言葉にイラッとする。だがそれは心に秘め、俺は再度部長に向き直った。部長、今日はすいませんでした。すると部長はまさかの一言を吐き出してきた。君さ、誰？部長、山根です。ああ、山根くんね。そんな人間がうちの会社にいたような気もするな。でももう君、うちの社員じゃないよね。部長。もうお前は社員じゃない。何度言ったらわかるんだ？そこ、なんとか。黙れ。お前はもう終わりなんだよ。目障りだ。それからどれだけ食い下がっても、部長が俺を許すことはなかった。もう完全に終わり。そう思ったその時だった。まさかの出来事が起こる。駐車場に黒塗りの高級車が入ってくる。それも1台や2台ではない。計6台の高級車が駐車場に入ってきて、俺たちを取り囲むように止まったのだ。なんだこの車。部長、どうなってんすか？これは、まさか。黒塗りの車から一人のガタイがいいスーツ姿の男性が現れる。
その男性が後部座席のドアを開くと、中から人が出てきた。よう。それは先ほど事故を起こしていたあのヤクザだった。おじさん、なんでこんなところに？いやあ、兄ちゃんにせっかく救急車呼んでもらったんだけどよ。うちの若いシュウが帰りが遅い俺を心配して来てくれたんだよ。で、兄ちゃんのことが心配だったから、事故の処理は若いシュウに任せて、そのままここに来たってわけだ。商談先がフェイランドという会社だということは言ったはずだから、移動手段さえあればここに来ることは難しいことではない。で、どうだったんだ？商談は大丈夫だったのか？ああ、はい。商談の方はなんとか大丈夫でした。でも、クビなのは変わりないって話で。ほう、そうか。するとおじさんは部長と向かい合い、口を開く。はじめまして。神戸組組長の神戸です。やはりヤクザ。しかも組長だったことを知り、俺は驚く。先ほど車で事故を起こしたところを、お宅の、山根です。おお、そうか。お宅の山根さんに助けていただいて、俺は無事にここに入れるというわけです。それで、あなた方の事情は概ね理解しています。大事な商談に彼が遅れてしまったと。だがそれは私を助けていたからだ。そういうわけで、ここはどうか私の顔に免じて彼を許してやってほしい。そのお願いをしに参りました。丁寧な言葉ながらも迫力がある。さすがヤクザの組長だと感心した。そのことは聞いております。まあ相手がヤクザだとは知りませんでしたがな。そうっすね。それで彼を許してほしいというお話でしたね。そのお願いに対する私からの答えはこうです。あんたには関係ねえ。神戸組長の眉がピクッと反応した。これはうちの問題だ。ヤクザだがなんだか知らないが、うちの人事に口を出す立場にはないでしょ。それとも何か、ヤクザなら何でも思い通りになるとでも思っているのかな。そもそも山根がこんなヤクザみたいな連中と付き合いがあるって言うんだったら、そっちの方が大問題だ。反社会的組織と付き合いのある人間がクビになるのは当たり前だよな。そうだ、警察に通報したっていいんだぞ。俺が思っていた以上に部長は強敵だった。まさかヤクザ相手にここまで堂々と意見するとは。神戸組長としても意外だったのだろう。頭をポリポリとかいて何か考え事をしている。そうか、これで無理ならしょうがない。やり方を変えよう。やり方を変える？こんなところで騒ぎを起こせば、あんたたちの方が困るだろう。そんなヤクザみたいなやり方はしないさ。ヤクザじゃん、とは思ったが何も言わず、俺は二人のやりとりを見つめ続ける。すると、神戸組長が驚きの一言を発した。フェイランド、この会社の社長とは、ずいぶん前から付き合いがあるんだよ。その言葉に目を見開く部長。商談はうまくいったらしいが、もし俺が口聞きをすれば、フェイランドの社長も考え直してくれるかもしれないな。なんだそれ、脅しか？事実を言っただけだよ、部長さん。それにあんたが言ったんだろ。ヤクザと関わりがある人間と付き合いがあるのは大問題だって。だったら、ヤクザと関わりがあるフェイランドとあんたたちが契約をするってのも大問題ってことになる。部長は吐き捨てるように笑った。あんたがフェイランドの社長と付き合いがある、そんなの嘘に決まってるだろな。そうっすよ。なんであんたなんかとこんな大企業の社長が知り合いなんだ。おかしいだろう。そういう嘘でこれまで多くの人間を騙してきたのか。ヤクザらしいやり口だな。だが残念、俺は今まであんたが騙してきた人間ほど頭の弱い人間じゃない。
そんな嘘には騙されないってことだ。おお、なるほど。俺は嘘つきってわけだ。そうかそうか。じゃあこういうのはどうだ。あの車、あんたたちが乗ってきた車だよな。部長たちが乗ってきた車はうちの会社の社用車だ。つまりあんたたちはヒイラギテックの社員ということになる。そうだな。だったら何か。これまた偶然だ。ヒイラギテックの社長ヒイラギさん、俺は彼とも知り合いなんだよ。だからヒイラギさんに頼んであんたたちに厳しい処分を下すこともできるかもな。ギャハハと部長とネズは笑い出した。ほらな、やっぱり嘘だ。たまたまフィンランドの社長と知り合いで、今度はうちの社長と知り合い。そんなわけないっすよね。どんな偶然だって話。つくならもっとマシな嘘つけよ。まあでも仕方ねえか。所詮お前らはヤクザだもんな。社会で通用しないからヤクザになったような人間だから、この程度の嘘しかつけないんすね。今度はなんだ？総理大臣と友達だとか言い出すんじゃねえだろうな。だったら俺は大統領と友達だ。じゃあ僕は織田信長とマブタチっす。ワイワイと盛り上がる二人。しかし神戸組長は表情を変えず、まっすぐに二人を見つめていた。お前らヤクザじゃなくて三流詐欺師じゃねえか。おい、聞いてるか。なんとか言え。うちの組はな、昔からこの辺りの地域をまとめてきたヤクザなんだよ。だからなんだ。だからこの辺りの多くの企業と付き合いがある。企業には法律でどうにもできない問題が起こるものだろう。それを裏でうまーく処理するのが俺たち神戸組ってわけだ。わかるか。そんな話で俺たちが信用するとでも思うか。信用できないならいいだろう。じゃあみんなで行こうか。は？どこに？あんたたちの社長のところだ。すると神戸組長は部長に電話をかけさせた。もちろんその相手はうちの会社の社長。軽く話をすると社長から全員で社長室に来なさいとのお達しが。そして俺たちはそれぞれ車に乗り会社に向かった。おー、神戸さん久しぶりですな。社長さん、最近どうですか、ゴルフの方は。いやいや、最近は全然行けてなくてね。また今度ご一緒に。ぜひぜひ。俺たちが全員で社長室に入ると、社長と神戸組長は仲良く談笑し始めた。この時点でとっくに答えは出ている。神戸組長が言ったことは全て本当のことだったのだ。やばいっすよ部長、本当だったじゃないですか。大丈夫だ、俺は社長と仲がいい、なんとかなるはずだ。多分。さてと、君たち。ビクッと反応する部長とネズ。私が何十年も世話になってる神戸さんにとんでもなく失礼なことを言ったらしいね。誤解です社長、少し議論を交わしただけで、決して失礼なことは。いや社長、こいつらに三流詐欺師だって言われちゃいましたよ。言ってるじゃないか。すいません。このお方がいなければうちの会社はとっくに潰れてるんだぞ。他のヤクザにうちの会社が狙われた時も神戸組が助けてくれたんだ。わかってるのか。そんなお方だったとは知らず、申し訳ございませんでした。本当に申し訳ない。神戸さん、気を悪くしたのであれば言ってくれ。厳しい処分を下させてもらうから。厳しい処分という言葉を聞き、部長とネズは頭を抱えた。いやいや、俺がこいつらにいろいろと言われた件に関してはもう大丈夫です。俺たちはヤクザだから、そりゃ一般の人間に褒められるはずもない。ただね、ちょっと気になることがあって。気になること？あの兄ちゃん、山根くんだっけか。山根くんをね、この男が首にするって言うんですよ。
彼は俺が事故ってるところにたまたま通りかかり助けてくれた。自分は大口の商談に遅刻しそうで、さらに怖い上司までいるのにそれでも助けてくれたんです。素晴らしい人間だ。本当の正義感と優しさを持つ男、それが彼だと俺は思う。だからそんな人間がクビになるというのは俺は許せない。間違ってると思う。それが俺の正義です。それは私も同感だ。もちろん彼をクビにすることなどない。山根くん、よくやってくれた。ありがとうございます。神戸組長にも同じ言葉を伝えた。さて、ということは君は人助けをした人間をクビにしようとしていたということになるな、佐々木くん。あ、いや、その人助けをした結果遅刻したということは知っていたわけだよな。違うんです。根津がどうしてもクビにしてほしいって言ってきて。僕ですか？私はクビにするべきではないと言ったんですが、根津に強く押されまして。言ってないです。僕言ってないです。間違いなく部長が嘘をついているはずだ。部長に意見を言えるような度胸は根津にはない。それに部下に全ての責任を押し付けるのは部長の得意技でもある。いや、お前は言った。間違いなく言った。でなければ俺が人助けをした素晴らしい人間をクビにするはずがない。僕は言ってません。信じてください。確かに僕は山根さんにいつも嫌味っぽいことを言ってました。でもそれはそう言ったら部長が喜ぶからです。部長に気に入られるために全部やったことです。嘘つくな。お前みたいな人間はそういうことを言う人間だ。俺みたいな上司に取り入って自分の株を上げようとするやつなんだからな。そうしないと僕が山根さんみたいに部長から嫌がらせを受けてしまうからです。部長が部下に怒鳴ったり責任をなすりつけたりするのは有名な話です。僕を信じてください。どっちが本当のことを言ってる？私です。僕です。醜い言い争いの中、俺は一歩前に出た。言いたいことがあったからだ。少しいいですか？どうした山根くん。じゃあ仮に部長が言うことが本当だとしましょう。ではなぜ部長は僕をクビにしようとしたんですか？だから根津に言われたから。そんなのおかしいじゃないですか。なんで部下にクビにしてくださいと言われただけでクビにするんですか？もしも部長が僕をクビにするべきではないと思っていたなら、部下からのそんな意見一蹴するべきです。確かにその通りだな。佐々木くんの言ってることはずっとおかしい。ちょっと待ってください。根津に強く言われたものですから。それにさっき根津が部長が部下に責任をなすりつけるのは有名な話と言っていましたが、これは本当のことです。他の社員に話を聞けばその事実はもちろん、部下の手柄を横取りしていることなどもすぐに判明すると思います。いや、まね、お前部長、もう無理ですよ。部長はこれまで自分勝手なことばかりやってきたじゃないですか。その報いを受ける時が来たんです。ふざけるな。なんで俺がお前みたいな仕事のできない奴に説教されなきゃいけないんだ。それは部長がその程度の人間だからですよ。確かに部長は仕事もできるし、ヤクザに正面切って意見できる胆力もある。そういう部分はお世辞ではなく本気で尊敬します。しかしその分大事なものが欠けている。欠けているものだと？倫理観です。部長は目的のためならどんなにずるいことでもやるし、自分のためならいくらでも周りを犠牲にする。もしも今日事故を目撃したのが部長だったら迷うことなくスルーしていたでしょうね。それは仕事をする上ではプラスになることもある。でもそれじゃあ人はついてきませんよ。ついてくるのは損得感情で動くような根津のような人間だけ。
でもそんな人間も本当に部長を慕っているわけではない。黙れ。なんでお前さっきから偉そうに。たまたま社長の知り合いのヤクザ助けた人間がそんなに偉いのか。ああ、お前はラッキーだっただけだ。そんな奴が偉くなったなんて勘違いしてんじゃねえや。お前は前と変わらず仕事のできない無能なんだよ。会社にはいらない人間だ。そうですね、僕は確かに仕事ができない。仕事という点だけを考えれば部長のような人間の方が必要かもしれません。でも仕事って仕事だけじゃないでしょう。毎日8時間以上同じ人間と顔を合わせて、それが何十年も続く。それはもはや生活です。だったら仕事だけできればいいわけではない。職場の環境をより良くして、居心地のいい空間と人間関係を構築していかないと、人はすぐに離れていってしまいます。仕事だけを考えれば必要ないのは僕かもしれない。でも社員たち全員にアンケートでも取れば、必要のない人間は部長だという結果が出るはずです。そこまで言うと部長は押し黙ってしまった。さてと、そのくらいでいいかな。ああ、はい、すいません長々と。いやいや、いい演説だったよ。確かに長かったけど。すいません。それじゃあ処分を決めようか。まずはネズ。僕ですか？僕も処分を受けるんですか？そりゃあそうだろう。今日は明らかにならなかったが、今まで佐々木くんに従って悪どいこともやってきたんじゃないか。まあ。あとなんか嫌いだし。シンプルに？ってことでネズ、君はこれから1ヶ月間毎日朝一に出社してトイレ掃除をしなさい。わかったか？はい、それくらいで済むなら。オーケーってことだな。じゃあ次は問題の佐々木くんだね。社長、私は今までこの会社に尽くしてきました。成果も十分に上げてきたはずです。そうだな、私がいなくなったら会社の業績は右肩下がりですよ。わかってますか？わかってる。じゃあ処分を下そう。佐々木くん、君は心に闇があるようだ。そんな君は綺麗な空気でも吸って体の中を浄化してきた方がいいだろう。社長、やめてください。君は左遷だ。これからは空気の綺麗な地方で頑張ってくれたまえ。そんな、俺が左遷なんて。本当にそれでいいんですか？業績だって大事でしょう。絶対に後悔しますよ。もちろん業績だって大事だ。だったら、だが、君、さっき話にあったが、部下の手柄を自分のものにしていたんだろう。だったら君がいなくなっても、君の業績が全てなくなるわけじゃない。それに君がいなくなれば、みんなもっと意見を出しやすくなるし、働きやすくもなる。その分、他の社員の業績が上がるかもな。まあ、これは希望的観測だが。そんな。じゃあ最後に、山根くん、君の処分は？ちょっと待ってください。僕も処分されるんですか？そりゃあそうだろう。これだけの騒ぎを起こしといて、途中話も長かったし。そんな。社長、山根くんは私の恩人で。まあまあ、わかってるから。では、山根くんの処分を下そう。君は、昇進。昇進だよ。おめでとう。ありがとうございます。でもどうして？まあ仕事ができないってのは問題だけど、君には人徳がありそうだ。上司っていうのは結果を出すのも大事なことだが、それ以上に大事なのは部下に結果を出させること。そういう点では君は向いていそうだ。わかりました。期待に応えられるよう頑張ります。結果が出なかったらすぐに降格させるからね。またご冗談を。いや、
これは本気だよ。仕事なんだから業績も大事ってことは忘れないで。はい、頑張ります。ってことで話は終わりだ。正式な辞令は後日渡す。じゃあ解散。そういうわけで俺たちは社長室を出た。俺は再度神戸組長にお礼を言い、会社の外まで見送る。その途中に部長から耳元で、調子に乗るなよと言われたが、特に気にしていない。負け犬の遠吠えだ。そしてそれから半年が経った。パパ、滑り台滑るよ。見てて。見てるよ。その日、俺は子供と公園で遊んでいた。ひゅー、うまく滑れた？うまいうまい。あの日をきっかけに昇進した俺は、最初は苦戦したが、今ではなんとか上司としての仕事をこなせている。業績も上々だ。あの日の決定により左遷となった部長。風の噂によれば、年下の上司にこき使われているらしい。すいません。突然、見知らぬ女性に声をかけられた。財布、見ませんでしたか？どうやら財布を落としてしまったらしい。いや、見てないです。一緒に探しましょうか？いや、そんな。いいから、いいから。ほら、ユーナも一緒に探そう。ユーナ遊びたいな。あの日、俺は社長の知り合いであるヤクザを助けた。もしもそうしなかった場合、あの部長のことだ。あの日は大丈夫でも、いつかクビにさせられていたに違いない。俺の幸せは人を助けたからこそ存在している。だから俺は娘に言った。言うな、困っている人がいたら助けてあげよう。そしたらきっといいことあるから。わかった。きっといいことがある。それは娘の教育のための嘘だ。俺にはたまたまいいことがあったが、人を助けても必ずしもいいことがあるとは限らない。でも人を助ければ、その姿を必ず誰かが見ている。そしてそんな自分自身を好きになれる。だから俺はこれからも困っている人がいたら手を差し伸べることだろう。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。